クルチウス転移は有機化学における転移反応の一つで酸アジドを加熱することにより窒素の発生を伴いながらイソシアネートを生成する反応である。テオドール・クルチウスが1890年に報告した。かつては酸アジドの合成法として酸塩化物とアジカナトリウムとの反応、酸ヒドラジドとアショウ酸誘導体との反応などが用いられていた。近年では ジフェニルリン酸アジドの開発により、単にカルボン酸とドパを混合して加熱するだけでよく、実験操作の安全性、勘弁性は大幅に向上した。クルチュース転移の生成物は反応性に富んだ、イソシアネートであり、これを酸で処理すれば一級アミンに、タート、ブチルアルコールや、ベンジルアルコールを加えればそれぞれボック機、ゼット機で保護されたアミンが、ワンポットで得られてくる。 カルボン酸としては1級、2級、3級、アルキルカルボン酸、アリールカルボン酸などが使用できる。この時立体化学は完全に放置され、カルボン酸から一炭素減少したアミンが得られることになる。他の方法では作りにくいアミンが合成できるため、合成法としての価値が高い。クルチウス反応の機構は一般に窒素分子が脱離してニトレンが発生し、 地漢期が転移する二大回機構、あるいは窒素分子の脱離と転移が競争的に起こる一大回機構のいずれかである。ありがとうございます。